どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に来ております。まずは、概要欄の URL より前回の動画を見ていただけたら幸いでございます。清水邦明さんの森と湖の楽園だっけな、そちらの施設に、お邪魔させていただいております。そして現在午後の5時ぐらいですかね。まだ明るいんですよ。早めに夕飯の準備をしていきます。お腹すいた。こちらのバーベキューセットと包丁とかまな板一式がもう無料でついてますので助かりますね。あと必要なものは焚き火台と、なんだろうな、照明関係はもしかしたら自分で持ってきた方がいいかもしれないな。あとコップか、コップとか皿は足らないかもですね。もうね、ご飯食べる前に空気が美味しくて、空気でお腹いっぱいになっちゃいますよこれ。前回友人が稲田しゃぶを作ってくれてハマってしまいまして、本日はスーパーで買ったタイですね、タイの刺身とタイしゃぶをしたいと思います。これは包丁が切れないからなかなか大変だな。あ、そんなに枚数取れないかも俺の腕じゃ。はい、そしてネギみじんですね。いやー、やはり切るものが多いとめんどくさいですね。全然少ないけど楽したいわ少しでも。まずは火ですね。まずは火を作って、だいぶ時間かかりますからね。こちら火をつけました。そして本日の夕食でございます。いつものように焼肉セット、ソーセージで、タイのしゃぶしゃぶ刺身です。結構量ありますね。バーベキュー始めました。まだ外が6時前とかですけど、全然明るくて、こんな明るい状態で始めたバーベキュー久々だな。贅沢な時間。では肉いただきます。これもう毎回同じ味って分かってるんですけど、うまいんですよね。ねえ、目は、ではビールいただきます。うめえ、うめえわ。やばい、トントレバイ、トントレバイ、超燃えてる。ソーセージ、牛タン、うまい。見てこのエビ、完璧なエビ。エビ名人と呼ばれた私なんですけど、これ100尾に1尾ぐらいしか出てこないエビ、いただきます。私あのエビのこの部分好きなんですよね。ちょっとグロテスクなんですけど、ここがねすっごい美味しいんですよ。毎回ね皆さんもねエビもらってます。ここの部分いただきます。うまい、味噌、味噌の味。ではメインディッシュ、タイのお刺身です。そしてこちらでタイしゃぶ用のしゃぶ、しゃぶですね、しゃぶを用意してます。タイの刺身いただきます。うん、まあこれね絶対自分で切った方がいいですね。絶対これだけあるもん量、安いよ。自分で切ればこの量ですよ。6時半になりましたが、まだ明るい、まだ明るい。この夏の恒例行事、まだ明るい。では昆布だしで温めたしゃぶしゃぶいきます。いやー最高です。
このままいっちゃいますね。このままいっちゃいますね。はい、白くなったのをポン酢につけて。うまいよこれは。料亭の味。また幸せな時間を味わっております。酒も進んじゃうな。やっと少しずつ暗くなってきましたね。本当にしゃぶしゃぶおすすめなんで、魚のこれ皆さんぜひやってください。すごい安く買えるし美味しいし、本当言うことないっす。もう最後の1枚だもん。あっという間だった。焚き火も開始しました。焚き火を見ながらゆっくりとお酒を飲むのが一番のキャンプの楽しみでございますが、それと同時にこの幸せな時間も終わりを迎えるという寂しい時間でもありますね。現在午後の8時ですが、もうある程度片付けも終わって、あとは焚き火をゆっくり楽しみたいのでキャンプ場を散歩してます。今日は人が少ないせいか最高の雰囲気ですよ。炊事場もいいですね。カブトムシとかいないかな。カブトムシとか、わあいいな。虫が多そうだから近づけない。いいね。見えない。画面上何も見えないわ。焚き火、楽しみますか。時間の始まりですよ。ここから飲み直しと言いたいところだったんですが、なんとこのいつものスンドゥブチゲ、ちょっとぼやけちゃってますけど、スンドゥブチゲ食い忘れてました。これちょっと食っとかないと冷蔵なんで食います。これ食いながら酒飲みます。では暗で見えないですけど、もう一本レモンドをいただいて、あとは中で飲みますか。シャワーも浴びてゆっくりしております。現在10時ぐらいかな、10時過ぎぐらいですね。早め早めで終わってもこれぐらいの時間になるんで、あとはゆっくりとお酒を飲んで寝ます。結構疲れちゃいましたね。それではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝7時半でございます。朝のキャンプ場徘徊です。目覚めも良くて、小鳥のさえずりも気持ちよくて、天気も良くて、キャンプ場徘徊。これがしたかった。こっちの森歩いてみようかな。少し歩いてみます。こりゃ気持ちいいわ。いやー、わざわざよくこういうの作りましたよね。維持もこれすごい大変なんじゃないか。電気もつくのこれ夜。こ
りゃすごいや。リスリスリスいましたよ、ほら。まさかリスを見れるとは。ほんと気持ちいい朝なんですけど、ずっと散歩しちゃってますよ。好きなもんだよな、このバーベキュースペースとか水芝、好きなんだよな。ハウスをグループで何個かそれぞれ借りて泊まるっていうのも楽しそうですよね。それぞれがそれぞれのトレーラーハウスに泊まる形とか、そんな夢もついつい見がちですけど、なかなか予定合わせてこれないですよね。いや、これはいいわ。たくさんあるね。朝食でございます。昨日のあまりのスンドゥブ、いただきます。ごちそうさまでした。あとはゆっくりしてチェックアウトします。さあ、本当にいい時間だったな。ではチェックアウトします。チェックアウトしました。帰りたくなかった。もう一泊しても全然いいですね。コスパいいし、サービスいいし、雰囲気いいし、初心者さんがこれ来ても本当に安心できるキャンプ場ですよ。久しぶりに来ましたけど、パワーアップしてましたしね。また来ちゃうな。これ来やすいしな。川口湖近辺でこれだけ近くてこの価格で、これだけ快適だったらこれ来ちゃいますよ。ほんと最近いいところばっかり行けちゃって、来ちゃってもう選べない。というわけでですね、この後は川口湖近辺の観光をして帰ろうと思います。よかったらですね、チャンネル登録、高評価、どうぞ押していただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。